い、それでは行きましょう。まぶしい。ハロー、ニュースよ、こんにちは。どうも、世界のコメディアン、ひよこんです。それではね、本日も皆さんで一曲合唱していきたいと思います。まあね、いつもみんなで歌ってる曲なので、もう言わなくてもわかると思うので、ね、せーので、みんなで歌いましょう。せーの。クリスマスが今年もやってくる。だからんちょんちょん。はい、もうさすが歌詞がわからないので、もう歌いません。今日は、なんと、買ってきました。ミスタードーナツとポケモンのコラボです。わーはい。これはですね、私、福岡の一番栄えているところ、天神。一番栄えてるのかな？一番栄えてると思う。天神で買ってきたんですけど、どこも売り切れで、ピカチュウが、そのポケモンボールはどこにでもあるんですけど、ピカチュウがないんですよ。でね、一回ピカチュウにありついた、ピカチュウおったーと思ったら、前の前におったおばさんが5個全部取って、ピカチュウなくなって、は？ちょ、やっかお前って10万ボルトかましたろかと思ったけど、まあ、ちょっとそこはね、気持ちを抑えて、次にミスドに行って、でそこにもなくて、で、次のミスドでやっとありつけました。ラス1をゲットさせていただきました。どうもありがとうね、ミスタードーナツ。私のために用意してくれていたんだと思います。それでは皆さんにお見せしたいと思います。ピカチュウ先輩をまずお見せしますね。あ、ピカチュウ先輩じゃなくて、その前に、この、どう、なんか何この、雪だるまだよシリーズみたいなやつ、はい、こちら、これを買ってきました。と、でこれ一回一回さ、素手で持ち上げるのきつくね。ちょっと待って、なんかこのさ、特殊なミスタードーナツの紙みたいなの作って、ちょっと作ってじゃない、使って持ち上げようと思うでござんす。ちょっと待ちなよ。はい、2個目、チャーラン。こちらの赤いポンデリング。食べたい食べたい、お腹すいたお腹すいた。我慢我慢我慢よ、ヒヨゴン。はい、次、ピカチュウいきます。ピカチュウです。3、2、1、プルえ、こんな顔してたの？全然ピカチュウじゃないじゃん、これ。どういうこと？え？どういうこと？ちょっと顔が盛大に事故ってる。今気づいた。え？これ溶けたとかじゃないよ。元からこれだよ。え、なんでわかんのと思うじゃん。で、溶けた跡とかなんもないんだよ。普通にこれ元から。どういうことよこれ。目の位置？まあね、わかるよ、ミスタードーナツの皆さん、忙しいのはわかる。ね、重々わかる。だが、しかし、これはちょっと目の位置ずれすぎじゃねえか？ちょっとこれ。あ、バナナの匂いする。私、バナナあんまり好きじゃない。そして最後、じゃじゃーん！モンスターボールです。ちょっと、真正面に取ろうよね。チュルンチュルンチュルン。はい、モンスターボール。ミルクの匂いと、イチゴの匂い、イチゴの匂い。イーブイが隠れている。イブイって言ってね。はい、それでは食べていこうと思います。ちょっとドーナツって意外とお腹にくるじゃないですか。 あと内緒やけど、ポンデリングも買ってきた。ポンデリング大好きなんですよ。いや、ポンデリングが一番好き。あとエンジェルフレンチとかも好きだけど、まあ、とりあえずね、買ってきたのだが、これ全部1個食べてたらお腹いっぱいになって美味しさを忘れちゃうと思うので、ちょっと半分ずつ食べていきますね。じゃあこちらのまずいちごのスノーのなんかやつから食べていきます。はい、いただきます。シンプルイズ美味しい。うん、このピックは食べられません。食べる人おると、じゃないかも。マーブルチョコレートの味とちょっと違う。はい、次行きましょう。待って、ちゃんと感想言わないといけない、すいません。ですね、これは結構ドーナツってバサってしてるのが多いじゃないですか。でもこれは意外ともっちもちしている、美味しい。私バサバサしている食べ物が嫌いっていつもインスタライブで言っているんですけど、なんでいつも言ってるかというと、ひよこちゃんは何の食べ物が好きですかってよく聞かれるんです。だから私は臭くてバサバサしたの以外好きだよっていつも答えてるんですよ。バサバサした食べ物マジで嫌いなんですよね私。このドーナツもっちもちしている、ポンデリングの後継者ですね。はい、次行きます。ポンデリング様の話をした直後にこちらの赤のポンデリング様をいただきます。これはイチゴのなんかソースみたいな感じで書いてあったから、いちごの味がするんだと思います。可愛くない？いただきます。うん、おいしい。
これはね、いちごのソースがかかっているから美味しいとかじゃない。ポンデリングがうまい。ポンデリング最高、本当に最高。だがしかしいちごのソース美味しいですね。普通になんかいちごっていう感じじゃないんだけど、なんかちょっとほんのり甘酸っぱさ、ほんのり、ほんとにちょっとある感じです。じゃあ次ポケモンボールを食べましょう。ポケモンボールだったっけ。じゃーん、なんかパイ生地みたいな感じ、見た目。あ、パイ生地じゃない。何これ、ごめん、パイ生地とか嘘ついた。ちょっと両方の味が分かるように、あ、でも、ポンポンって赤と白食べた方がいいね。じゃあ白から食べます。うん、赤食べます。うん、おいしい。レアリーおいしい。あのエンジェルフレンチの中にクリームが入ってなくて周りにシュガーパウダーがないやつ、もっちもちしてる。これも全然バサバサしてない。うん、最高じゃん。もしかしたら子持ちのお母さんとかご覧になられているかもしれないので、ちょっと助言をしておくとですね、こちらもうマジで赤の方がバリ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 取れてボロ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 落ちるんで、もうお子様を食べさせるときはですね、ちょっと避難区域に移動させてから食べさせるのがいいかなと思います。はい、これボロボロこぼれます、気をつけて。でもこっちの赤の方がちゃんとしっかり味がする。これはイチゴってわかります。おいしい、おいしいよ、えぼえ。はい、じゃあ次いきます。はい、じゃあ次は鳥ですよ。大鳥ピカチュウを食べます。ピカピカ。全然似てないとかいうねコメント一切受け付けませんので。はい、でこれはねもうエンジェルフレンチじゃないっていう感じ。はい、エンジェルフレンチ。いやいいね、このなんていうの、なんかさ見た目良ければ味はもうそんなにこだわんないでくれるみたいなとこっていっぱいあるじゃないですか。でもミスタードーナツさん素晴らしい、まあ、味までにもねこう気をかけようというところがもう見えますよね。この絵をエンジェルフレンチにするのは本当に粋だなと思います。私は、はい、エンジェルフレンチめちゃくちゃ美味しい。じゃあ食べますね。耳からいただきます。冒頭でも言った通りですね、私バナナがそこまで好きじゃないんですよ。そこまでってかあんまり、いやあんまりってか好きじゃない、そう嫌いではないんですけど好きでもないんですよね。なんかそんな感じ。このドーナツバナナの味バカ強いです、これ。まあね、バナラーの人は、うん、好きな味だと思います。はい、普通にバナラーだったら美味しいと思うかなと。バナナが苦手な子はちょっとやめといた方がいいかもしれないね。ということで4個食べました。ピカチュウとポケモンボールと、ポケモンボールやったっけ、モンスターボールやん、モンスターボールと、うわーこれもう絶対もう私がポケモンボールって言った冒頭らへんから突っ込み出す人おるよね絶対。残念、後半でちゃんと訂正してます。あなたの突っ込みは動画を最後まで見ていない証拠です。はーい、超うざいね今の、丁重に謝る、ごめん。はい、それではね皆さん、ミスタードーナツジャパンに行ってこの可愛い可愛いポケモンのコラボのドーナツを買ってみてください。ねピカチュウとポケモンじゃなくてモンスターボールが216円で、この雪だるまが150円ぐらいかなだった気がする。ポンデリングも150円ぐらいでした。200円、まあちょっと高いね。で皆さんこちら期間限定なのでぜひぜひ皆さんも食べてみてください。皆さん皆さんうるせえな。はい、じゃあインスタグラムのフォローぜひよろしくお願いします。チャンネル登録高評価コメントもお待ちしております。はい、それじゃあねみんなあにゃーん。